おはようございます。こんにちは。こんばんは。アラフィフでございます。ホライゾンゼロドーン。もう出てね。失礼、だいぶ経つんですけども、まあ、今2019年の年末ですが、年末のね、セールで、かなり安くなってまして、ダウンロードコンテンツもついて安くなってましてね、1300いく何がしかぐらいのお値段で買えまして、PS4 Pro にね私買えたところなので、まあ久しぶりにちょっとやってみたいかなと思いました。ディスク版で前発売したすぐの時にね買って、持ってましたけども、で途中まではやってたんです。まあ実況はしてませんけどね、まあ途中でまあ何かいろいろとあって途中でちょっと止まってまして、まあせっかく安くなっていい機会なのでね、まあ実況をしながらでもちょっと遊んでいこうかなということでやっていきたいと思います。ホライゾンゼロドーン、凍てついた大地っていうのがね、入っておりますね。それはまあおいおい考えるとして、まあ一応本編を遊んでいきたいかなと思ってます。非常に綺麗なゲームでしてね、どんな感じで遊べるか分かりませんけども、ちょっと遊んでみたいと思います。ノーマル。アーロイ、アーロイ、あら、いっぱい取れたわね。バスとは木の実探しが上手なのね。それじゃもう少し探していらっしゃい。上出来よ、いい子ね。みんないらっしゃい。あの子は異端児よ。話しちゃダメ。ほら、よし。ああ、さあ、ほら。そう。
まあまあこの手の世界にはありがちなね、差別的なことがありますわね。発達した世界ではないのでね、いやもうその人権的なものがね。主人公はこの女の子でございますね。今はまだこの小さいけども、もうちょっと大きくなってからが本編ということになります。すっごく狭い、でも通れそう。しゃがむ、あ、しゃが、これか、え、こっち、はい、ここはもともと鉄の世界だったんだ、大昔の場所。もう何年か前のゲームになるんやけど、2年、2、3年前か。こういうとこには絶対来るなってロストが言ってた。でも出口を見つけないと。どうなってんや。結構暗い。こっちかな。走ることもできる。さて上か、ホームだ。洞窟に入るっていうのがまあ目的になってるけども、まあまあ洞窟の中やわな、これはな。何かがおるということで。あれは何、あれは何、死んでる。ここか、待って。キラキラしたのがあるよ。おう、ミイラ化した死体、装置を調べる。はい、何らかのデバイスやね。おう、これを頭につけることで、ね、運命の歯車が回り始めるということです。光がそこら中に。それどうなってるの。 R3 でフォーカスをオンオフできる。フォーカスをオンすると、まあ、動きはゆっくりになっちゃうのね。一応行く方向とかこっちになってるから。鉄の扉閉まってる。閉まってるな。これを使えばなんとかなるかな。どうやって開けるの。電源オフ、電源を入れないといけないので。扉に繋がっているみたいだけど。向こうの部屋か。こちらの方に行けということやな。とこうか。ここに来た。これね、ホロロック、インターフェースにアクセスできない。
時計回りに回転と、まだ何も、あ、動いた、あ、色が変わった、扉に戻る。走っちゃえ。こちらやったよな。ドアの色も変わったよ。そうやな。これで開けられるということかな。はい。開いた。やった。まあ今見てもまあ全然遜色がないわね。これは何やって？エヴァンスあってのエヴァンズ主任、ブラッククォーツの暗号が USRC からメッセージをホログリッドに送りました。もうこれ一つのなんかアーカイブやね、多分ね。でこちら、これはちゃうな、よし。下、これまた何や、このパネルは関係なしか、下やね。ここもまた何か、これは何かあるか、ちゃうか、ちゃうね。なんか普通に通り抜ければいい感じですね。あれ何？お、何かまた落ちてますか？お亡くなりになった。数値がついてる。見つけたのと同じ。うん。お。俺だって嫌だけれど、これは精一杯だ。俺後ろにいるぞ。ああ来たな。誕生日おめでとうアイサック。パパはお前を心から愛しているよ。なあ、パパは一緒にいられないんだ。でも。それでもパーティーはできるよな。そうだろう。ねえ、もう一回見せて。いっぱいだ。俺後ろにいるぞ。ああ来たな。誕生日おめでとうアイサック。パパはお前を心から愛しているよ。なあ、パパは一緒にいられないんだ。でもそれでもパーティーはできるよな。そうだろう。お誕生日おめでとうアイザック、パパはお前を心から愛しているよ。ほう、次こちら、ここ、あ、入れるのかな、隙間抜ける、閉まっちゃって。こっちはちゃう方行ってみるのもなんかあるぜ。音声、ほい。やあ、日記君、ハッピーニューイヤーだ。信じられるか、昨日本当にお祝いしたんだぜ。そう、祝ったんだ。一応な、エヴァンズ主任がみんなを共用スペースに集めた。どこで見つけたんだか、パーティーハットまで用意をしてな。みんなで時計の針が真夜中に向かうのを見て思った。この意味を分かってるのは俺だけかって。スカイラーが酔っ払ってりゃ言った甲斐もあったけど、俺との関係は彼女にとって過ちだからな。まあいろいろアーカイブが転がってるということやね。まあ、それにしてもここはなんでこんなとこで昔の居住地やね。いつの間にかこう鍾乳洞みたいになってしまってるけども、これちゃう、こちらが正しいのかな、正しそうやな。よし、何も、なんかありそうか、ちゃうか、あ、なんかデータ破損。罪深い私たちのために、今も死を迎える時もじゃなく死だ。いや悪いな、久しぶりで。チャナがくれた薬本当に強くてな。よし、それじゃあ最初からだね。恵み
あふれる聖マリアよ。この亡くなった人の残留思念的なこのアーカイブ、残留思念じゃないけども多分このデバイス、耳の上についてるねデバイスに残ってるんやろね、この辺のがね、データがね、それを彼女がつけたデバイスで、再生してるという感じになるのかな。こっちにもあるぞ。ほい。それだけで十分だったのかもしれない。ドアが開いたその瞬間、あなたがそこに立ってた。レトロな模様の服をまとって笑っていたわ。私思わず顔を背けちゃった。恥ずかしくて私の中で芽生えた気持ちがバレそうで一瞬だったけど私には分かった。ずっと一緒にいる運命だって。何があったんやろね、ここね。ここにもあるな。この育ての親やね、ロスト。上か。あ、大いなる母よ。さあほら捕まって。あそこには行っちゃいけない。ほら、異端者って言われたね。ここは禁じられた場所だ。落ちちゃったの。あれは鉄の世界の。それは何だ。別に。下にあったのか。うん。渡しなさい。やだ。アーロイ、それは危険なものだ。いや。そうか、そうやってこっそり抜け出すなら荒野で生きる方法を学ばねば。来なさい、帰るぞだが明日からは狩りの特訓をする。おで、まあ幼少期がまだ終わってないのかな、そろそろ終わるかな明日なのかな、これは。チュートリアルやね。あ、ちょっと大きくなってる？一緒かな？あ、ちょっと大きくなってる。この形、どういう意味？あ、翌日かも。ほら、この弓を。ボウ。もうそのおもちゃとは。話すな。さあ谷を下るぞ。おいで。アーロイ、荒野は危険だらけだ。そばを離れず言う通りにしろ。分かってる。さあ、昨日お前は落っこちて怪我をしたの。まずは手当てだ。この袋を持って薬を集めるぞ。ほう。この植物見てみろ。はいはい。これは安らぎの花。ほう。ほら、こいつの実を集めてこい。はい。はい。よし、食べてみろ。こうか。あ、回復した。苦いかもしれんが、命を救ってくれる。はいよ。袋は常にいっぱいにしておけ、はいはい、薬効のある実や花でな。ここはどこ。この谷は安息の地の一部に過ぎ。安息の地。
村族がこの地を守り危険な機械を追い払っている、うん、普段はな。機械が敵なんやねこれね、機械獣みたいなね、ゾイドみたいな下流の先で機械の群れを探して狩りを教えてやろう。危ない機械？機械は皆危険だ。奴らを甘く見てはならん。だが私が一緒だ。うん、アーロイ、機械が来るぞ。かがんで背の高い草に身を隠すんだ。はいよ。このススキみたいな感じのこれ。かがむんだ。ちっちゃいの。アーロイ、待て。あの機械はウォッチャーというやつだ。この荒野で生き延びたかったら、やつらに絶対見つかってはならん。教えてやろう。私の言う通りやってみるんだ。動くな。じっと待つんだ。かがんだまま、あの背の高い草までついてこい。うん、ね、おっと、もう一匹。待つぞ。どこにもう一匹あ、来た。のしのしと、まあ、さあ、こっちに来い。まあ、綺麗なことよ。でも音も立てずに済む。それに、かがんでいる方が静かだろう。ステルスやね。待つんだ。どこの地の調べとる。あ、そっちか。今ので最後だ。進もう。オッケー。ラジャ。オッケー。よくやった。気づかれなかったな。お。離れるな。群れはこの先だ。今は見つかりやすい。こうすると見つかりにくくなるということね。今はもう。そういう状態ではない。お。あれは誰？無視するんだ。なんであそこに？部族の少年やね。ねえ、笑ってるよ。デブ、ほら戻っておいで。デブ、どこだ。少年兵かな。無視しろ。いいか、彼は部族の人間だ。部族が嫌いなのかもよ。愚かなことだな。さてと、群れを探そう。来い。はい。おい。取れるもんは取っとこうな。ほら、今見ろ。見ても綺麗な。あいつはストライダーだ。はあ、行け。おお。逃げちゃったよ。うまい。やつらは人間に気づくとすぐに逃げてしまう。うまかった。覚えてね。だからこっそり近づくんだ。平気だ。谷の先で追いつくだろう。見てろ。じゃあ、お前の手のひらくらいの大きさの石を探せ。なんで？言う通りにしろ。石を集めたら使い方を教えよう。よし、いいぞ。それでいい。こっちだ。おいよ。いろいろもう拾っていくぞ。この辺も。はい。どこ行った、どこ行った。こっちか。早いな、おっさん。アロイ、さあ来い。OK。
ケイト。腕がいたぞ。よし、それじゃあ石を投げるぞ。でも石じゃ機械は倒せないんでしょ。ああ、だが気をそらせて罠に誘い込める。例えばあそこのウォッチャー倒さなければ群れに警告されて近づく前に逃げられてしまうだろう。ほうほう。警告？どうやって？機械は意思疎通できるんだ。素早く仕留めないといけない。私が合図したらこの尾根から石を投げてウォッチャーを引きつけるんだ。合図を待つんだ。長押し。ハーロイ、こっちに石を投げろ。投げたぞ。おう、やるな。よし、もう安全だ。来い。よう。てい。てい。獲物を解体して矢を作るぞ。ちょっと待ってよ。長押しウィッチャーを調べる。獲物を解体するんだ。集中しろ。すべてから。よし。それじゃあ、あそこでヤガラの木の茎を集めるんだ。お、あれか。これかな。よし。ヤガラの木の茎はもう集めたようだな。はい。矢の軸に茎を使う。矢尻には鉄のシャードだ。L1、で、クイック R で選択。これか。長押しで L1 長押し、あ、L1 やな。続きメニュー開いて、こうか。で、OK か。よし、作り方さえ覚えておけば矢に困ることはない。はいよ。その矢を使ってみるぞ。来い。はい、こうか。ああ、おるな。いいか、草の中でかがんで音を消せ。はいよ。いよいよ初めての獲物を仕留める時だ。はい。ストライダーだ。機械にしては弱い方だ。だが弱い機械とはいえハンターを殺せる。絶対油断するなよ。はい、獲物をよく見るんだ。表面が硬くても弱点は必ずどこかにある。目、例えば目だ。他はどこかな。スキャン。ほうほう、あれか。R2 ハイライト。 R2 背中に入れ物がある。あれが弱点なの。そうだ、なぜわかった。教えてくれた装置が。あのおもちゃがか。嘘をつくんじゃない。さあ、ストライダーを仕留めろ。メーカーに命中したぞ。いいぞ、その位置だ。オッケー、仕留めた。すべて取る。今日はよくやった。だがまだ先は長い。続きはまた明日やろう。おう。今のは？あの子、義勇の小道を走ってる。ついてこい、急げ。おい。おっさん足速いおっさんやからな。大人と子供では違うわ。
足の長さが全くちゃうもんね。矢の数は16。おお、さっきの少年義勇兵。やばい。私はできない。あの少年が機械に見つかって殺されるのは時間の問題だろう。ああ、ここで撃てばあれは暴走し踏みつぶされてしまう。おお。でも進む道がわかるの。嘘をつくのはやめなさい。本当にこっそり行けるから。やめるんだ。行く。ナロイ。行く。さあ、フォーカス。こっそりこっそりこっそりよ。ゆっくり音を立てないようにしないと。そう見られたらダメ。で次は大丈夫ね。あのウォッチャー、こういうルートで、歩いてるね。大丈夫か。こんなか、こんなかやな。やばいね、こいつ。次もこっか。気をつけないと。 OK、 これも取れる。よし、どういったらいいのかな。どう動いてる、こいつはどう動いてる。ウォッチャー動いてるね。いけるか。どっちに行くか見てないと。大丈夫か。大丈夫。もうちょっと。よっしゃ。いけるやろ。取るもんも取りながら。いた。しゃ、大丈夫っぽいな。 OK。 デブ、ねえ、なに。ついてきて。さあ、ここからか。こうやな。まずはこっちや。ねえ、どうやって避けたの。
来るんか。大丈夫っぽいね。よっしゃ行こう。どうやってこんなこと。 OK、 やばいのはこいつやね。大丈夫や。しゃ向けられる。こんなの信じられない。しゃいけるよ。 OK、 OK。それはおもちゃじゃないのか。待って、女神様の祝福をあなた方に。その子、おかげだ。僕はただ。おい、口を閉じていろ。こいつらは異端者だ。その子は母なし子だぞ。行くぞ、母の源へ。おい、来い。異端者と話してはダメなんだよ。掟で禁じられてる。さあ帰るぞ。こっちだ。道はわかる。口を閉じてろ。おい、口を閉じてろ。口を閉じてろ。おい、口を閉じてろ。ああ。こっちに来るな、母なしごめ。おお、ほうほう、これやな、石を狙おう。あ、もうこれやろう。おう、おい、これぐらいはしていいだろう。痛いよな、かわいそうに。血が出てる。さあ見せなさい。ほら、じっとして拭いてやる。なぜ、なぜ私は異端児なの。アーロイ、今その話は。私のお母さんは誰。アーロイ、前にも言ったが、知るべきことじゃないんだ。ババ様が連れてきた時、お前は赤子だった。ババ様たちは知ってる。難しい話なんだ。でも知ってるの。私たちは異端者なんだよ。じゃあどうすれば教えてくれるの。長老が。方法はなくもないが。じゃあ教えてよ。でも危険だ。なんで。何年も訓練しなければならない。そんなの平気。おお、どうすればいいの、教えて。試練に出ろ。毎年行われる通過儀礼だ。合格者は義勇兵となる。だが勝者になれば長老が願いを聞き入れる。願い。そうだ、勝者が望むものは何でも。私やるよ。絶対やるもん。勝ってみせるよ。なるほど。なら訓練しないとな。訓練は大変だし、何年もかかることだぞ。じゃあ始めようね。来て。
まあまるで映画だね。自分で上がる。すげえな。あ、かっこいい。あ、年食った。10年ぐらいは経ってんのかね。ロスト、ロスト、ロスト。一体どこ。試練の2日前なのに私を置いていったらしくない。はい、というわけでね、今回はここまでということにしておきたいと思います。まあなかなかね、ここからが本番ということになるんですけどもね。はい、どうもご視聴ありがとうございました。よろしかったらまた次回お会いいたしましょう。バイバイ。